ーム始まります。ジャンプボール宇都宮取りました。宇都宮のオフェンスから始まります。がコントロールをします。イカルガに中野、そしてニュービルに今柴谷がついているんですが、中から来ました。比江島とホトゥの2面ゲーム。はい、2面ゲームでしたね。13得点8アシストの活躍でした。平均でももう10点に届くぐらいの数字です。エドワーズから高島、そしてニュービル、ここでやはりミスマッチができてニュービルかわす。クォーターで5つチームファウルをするとフリースロー、はいですね、比江島のアタック、はい、ジェレット選手がリバウンドを奪った。さあ今度はして持ち前の積極性で外に振って遠藤3どうか、行きました、はい、最初の3を決めた遠藤。比江島、ジェレットのピック、ダブルチーム来る、ジェレット打ってきた、来た、いや素晴らしいですね。3を決めてここで第1クォーターが終わります。第2クォーター北海道のオフェンスからですが、寺園、島谷の2ガード継続です。そしてウェルシュが中に入って、はい、ね、ゲームクットバック。比江島外を見ながらコトゥ、遠藤、遠藤中央、イカルガ、これで B1 2000得点達成です。エドワーズのピックを使うか、そしてエドワーズピックアンドポップ3どうか、来ました、いいですね。さあこの後、その後ディフェンスで一発頑張りたい北海道。比江島に関のついています。ただ縦に入ってフォークスバスケットカウント。は比江島選手とジェレット選手のピックアンドロールに、イカルが粘って5秒4秒エンド、フォトゥエドワーズハーフショット、うわねじ込んだ、ね、しけたい島谷、高島スリーは短い、2番のしけ、そしてニュービルセカンドチャンス、ファールあってエンドワンになりました。竹内のショーディフェンス、そして中ウェルシュトーター、いいですね、よく見てましたね、寺園選手。それから向こう側に寺園がいて、そしてウィリスジュニアがいます。7秒6秒、イカルガと松下、おお松下いいディフェンス、そして中野、中野いいですね、いい速攻でした。さあ週末につなげるいいオフェンス、打ってきたウィリスジュニア、来ない、セカンドチャンスも来ませんでした。試合終了、74対44。